スペースモンキーズ TV。 Welcome Space Monkeys 4分間ルアー研究所へようこそ。さあ本日はもうサムネイルとタイトル見ちゃうとなんだこれはって感じになると思いますが、ハイドアップから出ています小池、このシリーズにですね、なんとフルキャストのスーパーでっかいこんなものが出てしまいました。その名も小池フルキャスト。人類史上類を見ないサイズの小池が登場してしまいました。価格はなんとこの1個限りで4,430円。これもまたね、打って出ましたねと思いましたね。あのハイドアップのシリーズいろいろやらせてもらいました、サッカーワイド、ワッパー、それからいろいろもの、小池シュリンプ、小池、タケルの名前が小池、これ言っちゃっていいのか分かんないですけど、まあいいか、そうなんですよ、小池が投げる小池みたいな感じでね、4年前ぐらいにね動画出してたんですよ。でついにねそのベールをねこうかいくぐって小池フルキャストが登場しました。これどんなものなのか、こんなでかいね、これルアーですからね、バスを釣る。それに合わせるフックもなんと40フックのね、マス張り、フィネスフック。まあ、ここまで来ちゃうともうね、フィネスフックじゃねえと。こんなのもうバス釣るってレベルじゃねえぞっていう。プレイステーション3を売り出した時のあの人を思い出しました。それじゃあ行ってみましょう、レッツゴー。さあ小池フルキャスト、入れ物はこんな感じ。もう釣り具屋さん行けばこの大きなインパクト、一つのワームでこんだけのインパクトがすぐ見つかると思います。素材はねエラソマ製品でできてるそうですね。中にねバーが立ってて、そこにぶっ刺さってます。宇宙生物みたいな感じで、スペースモンキーズ TV にはもってこいのそんなやつだと思います。開けていきましょう。小池フルキャスト、カラーはねエビ脱皮カラーというカラーですね。で重さがね 13g っていう球体ですね。開けていきましょう、こんな感じで。水晶タックルはベイトタックルのミディアムヘビーアクションロッド以上、12ポンドから20ポンドのフローライン、状況に応じた P ラインを使ってくださいって感じですね。で40フックのマス張り、これですよ。こんなあったの、俺これを買ったから知った。そんなサイズのマス張りフックですね、40フック。これをねこうかけていくわけですね。小池フルキャストを1個開けるのにすごい放送の内容ですよね。でこんな感じでね、ワイヤーがくっついてて、はい、取り出しました。こんな感じになってます。すげえ凝ったね、パッケージングで。これ、結構コレクターとしても面白いんじゃないですかね。いろいろね、こういう風に、パッケージの方にもね、書いてあって、仕掛けが満載。これこんな感じかな。で、説明書きにもいろいろ書いてありますので、チェックしてください。さあ取り出しました。この棒を抜いていきましょう。これエラストマ製品って言って、まあ要するにビッグベイトとかの尻尾なんかで作られてる素材ですね。で浮力を生かしている脳進化トップウォーターとしても活躍するし、ダウンショットジグヘッドにも対応可能。小池フルキャストにはリゴにルールがありません。アングラー独自で無限にお楽しみくださいという感じですね。来ました。いやーもう触った感じね、すごい弾みますね。スーパーボールにいろんな触覚が生えた感じです。で、気持ちいいっすね。これは弾力面多分伸びますよ、これ。エラストマなんで。で、エラストマ製品ってね、やっぱり、強いんですよね、こういう素材で。で、浮力もあるし、強度もあるし、そして伸びるって感じっすね。ただ真ん中の球はね、ほんとね、スーパーボールのちょっと柔らかいぐらい。割と硬いっすね。ああ、これはでも、なんかフックを中に隠してフルフッキングして、こう、ワームをぶち破って、魚の顎を貫通させるとかって、そういう針には向いてなさそうなぐらい硬いっす。トリマね、これで、基本的な40フックマス針をちょっとちょんがけしてみて、で、水の中浮かべてみましょう。はい、40フックのマス針を用意してみました。なんかもう、海釣りに使われるでっかい針みたいですよね。こんなのあったんだと思いました。そして、これにちょんがけをしていくわけですが、糸は16ポンドを結んでいます。どこにかけりゃいいんだろう。まあ、特に、ここにかけろとか、ああやれとかっていうのはなくて、もう自由気ままに使ってくれよって感じですよね。一応、いきますよ。さっき、ポールが刺さったところに、針の先を入れてみてます。こんな感じです。で、どうすればいいんだ、これ。こうですね。これ刺さんないよ。割と。あ、来た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 。これ、薄く刺しといた方がいいのかな。こんな感じで刺してみました。薄く刺してみましたけど、まあ、これどんな感じでバスがバイトしていくのか謎です。深く刺した方がいいのか、こうやって軽く刺した方がいいのか、謎。まあ、トリマー、多分、虫みたいに吊るしで使うことが多いのかなとは思うけど、まあ、これでちょっと水に入れてみましょう。
これは研究あるのみだ。投入、あ、浮いた。やっぱこれエラスマーなんで浮きますね。で、針の重みでちょい沈むかなって感じか。あ、これネイルシンカーとか入れないと下がんないんだ。なるほど、ヨンドルフックのこのでかいフックは下向いちゃうっすね。これ下がんないっす。ちょっと覗いてみましょうか。こんな感じです。ただね、もうすごいね、この浮いてる段階でのビリビリ波動を感じますでしょうか。皆さん、水がもううねってます。ちょっと沈まないか、ちょっと押してみます。沈んで、無理やりと、ダメだ、浮いてきちゃう。脳進化だと浮きます。そうか、ダウンショ、あ、でも、あ、沈んできたか。そうか、フックをやっぱり下に向けることによって沈むな、針の重さで。む、沈みません。沈まないですね。沈むためにやっぱちょっとシンカーを入れないとダメかな。沈まない。ちょっと耐える。 3.5g フリーリグシンカーを通してみようと思います。 3.5g です。はい、できました。40フックのフリーリグシンカー、新しい、全く新しい。いきます。落としていく、落ちた。なんだこの、なんだこの格好は。このフックを見てください。初めてフックが上を向いたままルアーを、逆だな、逆パターン、バンジーパターンだ。じゃ、どっちだ、あ、違う、逆バンジーパターンか。そうか、シンカーが下を向いてフックが下を向いちゃってますよね。そうして、これ浮力が強いんでね、糸をダルンってしたらルアーがこれ浮上していくわけですよ。こんな感じで、ちょっと入れます、手を。このフック、普通フリーリグってシンカーが落ちるじゃないですか。で、ルアーが後からついてくるんですけど、浮いちゃってます。巻くことによって下に下がるんですよ、こうやって糸をね。で、また上からスッと落とすことによって、うまくいかねえ、そう、フッと落とすことによってシンカーがまずここに着底しますよね。で、浮いてくんですよ、ルアーが。で、合流して沈んでいくじゃないですか。逆パターンですよ、新たなリグですよ、これ。急浮上リグです。もっと重いシンカーを用意して、これ例えば今 3.5 なんですけど、 7g みたいにするじゃないですか。 7g のシンカーがさーって先に落ちていく。で、リトリーブ、糸を巻き取ることによって、その 7g シンカーに向かってこの球体、もうフルキャスト小池が落ちていくわけですね、ポーンと。で、出会う。で、また糸をバーンと緩めることによって、これが急浮上していくわけですよ、スーって。これは面白いですよ。逆バンジーリグ、浮力リグですよ、これ。今までなかったな。ルアーは沈んでいくもの、もしくはそこに漂うものなんですけど、もうこれからの時代、先にシンカーを落として、そして巻き取ることによって任意でワームが下がっていって、そして緩めることによってワームが上に上がっていくというね、これは気球リグですよ、気球リグ。全く新しい世界を見せつけているのか、小池フルキャスト、恐るべし。以上、水が、やべ。